アケボノ層は、林道河川ぶり族に分類される二年草の一種。和名は、果敢の反転を、夜明けの星空に見立てたことに由来する。別名が、キツネの捧げ。中国名が、キバナ。茎の高さは50から90センチメートルで直立し、枝分かれし、断面は4両状があり四角形。根小葉は、大きな長大型で、長い傭兵と、平行する数脈があり。 下記に分かれる。形容は、卵状大円形、長さ5から12センチメートル、基部は、くさび型で先端が尖る。葉の脇から分子して、長さ1から5センチメートルの花柄がある白色の、花を周三上円水果樹にまばらにつける。果敢は深く4から5列式部で硬着していて、利便花のように見える。裂片には、 直径1 5ト、mm、ルの黄緑色の蜜線香が2個あり、円には線ぶりのような毛はない。また列片には能力色の斑点が多数ある。開花時期は9から10月。額も4から5新律し、列片は高頭皮信型で、果敢列片より短い。果実は、果てで花冠より少し長く劣化し、黒褐色で、長さ約1ト、mm、ルの表面に細かい。 つぶ突起がある種子を出す。発芽後一年目は、ロゼットのまま過ごす。稀に花冠に反転がない品種として、星なしアケボノウがある。産地のやや湿り気のある場所に生育するアケボノソウ。中国、朝鮮半島と日本の温帯から団体にかけて分布する。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布する。田中澄江による、新、 花の百名山で放棄大山を代表する花の一つとして紹介されている。山地のやや湿り気のある場所や木陰に生育する。山野草として利用されている。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。植生の繊維や河川回収などにより個体数の減少が危惧されている地域がある。ありがとうございます。